どういうことや。審判が遅刻で。本日は優勝すると旅行券がついてくる新しいオープン大会、プレイヤーズカップ2022、通称ひちょりカップの公式戦です。トーナメントを制して、元プロ野球選手の森本ひちょりさん率いるプロ野球選手が多数のひちょり軍団と対決ができる軟式の大会、クーニンズはこの日が初戦となります。この日の試合時間は8時開始、早朝の試合となりましたが、事件が発生しました。なんと審判と選手が来ない。朝8時の試合なんですよ。でクーニンズの場合は1時間半前集合なんで6時半なんですけど、彼ちょっとね、遅刻、寝坊しちゃったんでヒゲも剃ってないそうです。山田高いあえて、まあ、まだそれマシですよ。沖田にいたっては来てないですから今。あれカメラマンのあれ塚本くんもなんかいなかった気がするんだけど、最初。いや、自分はもう1時間前にどうにか滑り込みで、1時間半前集合が1時間前に来たんです。どうにか滑り込みで、今日なんか一人でタクシー来たでしょ。もう、あと中洲さんを待たせてしまって。ああ、中洲といつも乗り合わせしてんだ。はい、その車に乗らせてもらってるとこ、集合時間にいなくてみたいな。そうなんですよ、ちょっとやってしまいました。昨日何があったの？ちょっと飲み会があります。飲み会ね、気をつけた方がいいよ。気をつけます。今日なんともう試合時間なんですけど、審判さんも遅刻してますよ。これはダメだな。ということで、無事審判さんがやってきて、試合は20分遅れてスタートしました。ひちょりカップ1回戦、初戦から波乱の展開。クーニンズの先発ピッチャーは前澤くん、そしてキャッチャーには川上くんが入ります。この日のキャッチャーは緑川のみ。ダブルヘッダー、緑川はこの日2試合目の試合でキャッチャーをする予定で、1試合目は川上くんがマスクをかぶることに。今日は久しぶりにマスクをかぶります。そんな中、前澤川上バッテリー、初回からワンアウト二塁のチャンスを作られます。今日のお相手は新宿12層マックスさん、新宿区の軟式野球連盟一部に所属するチームです。新宿大会では準優勝を果たすなど、ピッチャーを中心にまとまりのあるチームです。そのチームに対して前澤くん、そして最後は得意のスラッター、スピードのある変化で仕留める。さらにワンバンは久しぶりのキャッチャーながら鉄壁のブロックを見せる川上くん、この2人の相性抜群だ。さあ、追い込んだ前澤くん、最後は何を投げたんだろうか。見たことのない縦変化だ。前澤くんにしては球速帯の遅い変化球。この球は川上くんのアドバイスによって誕生したボールでした。あ、何投げてるの？今までのスプリットをちょっとチェンジ系にした。おお、だからなんか遅く感じるのか。すごい。川上こう。すごい進化を遂げている。さあ、そしてクーニンズの攻撃。ワンアウトから2番緑川。この日は沖田の代わりに2番レフトに入りました。初回、その緑川がフォアボールで出塁します。続く3番バッターは打率4割4分、イカイダー。そのイカイダーも見極めました。連続フォアボールでワンアウト1、2塁のチャンスをつかみます。その後、パスボールでランナー2、3塁となり、迎えるバッターは4番、ファーストジャスティス上野。上野打ちました。これはピッチャーゴロ。3塁緑川挟まれた。これは強殺プレー。粘る緑川、イカイダが粘る間にバッター上野は2塁へ。ここで緑川がアウト。2アウトランナー2、3塁と変わります。そして迎えるバッターは今日キャッチャーの川上くん。緩い変化球捉えました。これがセンターに飛び込むホームランとなります。川上くんの先制スリーランホームランが飛び出しました。少し狭い球場に助けられながらも見事ホームランゾーンに飛ばしました。
3点を先制してもらった前澤君ですが、2回新宿12走マックスさんの攻撃、前澤君のボールを捉えレフト前ヒット、ランナーを背負った前澤君、まっすぐ打っていってファール、そして続くボール、ここは緩い変化スラーブを使ってきました。緩急巧みに使う前澤川上バッテリー、最後は空振り三振、前澤君の良さを引き出す川上君。そして2回バッターオッチ、ここはショートゴロ、先頭バッター出塁できませんでした。しかしその後イカイダのフォアボールなので再びチャンスを作り、迎えるバッターはジャスティス上野、先ほどはチャンスでピッチャーゴロでした。この打席で珍プレー、なんとジャスティスの避けたボール、なんとジャスティスの頭の上に来たボール、バットに当たって大リーグボール1号完成。昭和のスポコン漫画に出てくるビッグプレー、いや珍プレーが飛び出しチェンジ、相手が勢いに乗りそうなプレーが出た次の守り、3回表の前澤君の投球、先頭バッターフォアボールを出します。その後まっすぐで見逃し三振、珍プレーが出た後の先頭バッターフォアボール、嫌な流れを三振で断ち切る。ここで新宿12走マックスさん盗塁を仕掛けてくる、盗塁成功でワンアウト二塁、川上くん走られました。そして遠投 115m が嘘のような2番送球、この送球に本人が一番納得いっていませんでした。普段は冷静沈着な川上くんですが、ランナーを刺そうと頑張ります。しかしまたもやワンバン送球で仲良しのイカイダーにいじられていました。最後は見逃し三振、最後は140キロを超えるスピードボールで抑えました。前澤君3回無失点、そして3回裏再びクーニンズがチャンスをつかみます。フォアボールでランナーをため、バッターはベイちゃん司君、野球用品のベースボールタウンで働く YouTuber 社員、そんな司君がつなぎました。フォアボールでランナーをためていくクーニンズ、その後オッチのファーストゴロ、キュルキュル不規則な打球変化取れずに、これで2点が入ります。クーニンズ3回に追加点、5対0とします。さらにランナーを置いてリオ、流し打ち、これが突き刺さるホームラン、さらにはジャスティス上野、リリーフのピッチャーからセンターオーバー、これがホームランとなりました。この日の球場はセンターまで 85m と狭かったですが、クーニンズ打線甘い球を逃さずしっかりと打ち返しました。ホームラン攻勢で10対0、この試合は4回10点差でコールドです。4回ズッキーがマウンドに上がる、最後はセンターフライ、クーニン取って3アウト。ヒチョリカップ1回戦はクーニンズが勝利しました。続く仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける、玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なし命かけた分フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。